とう2021年エヴァンゲリオンと進撃の巨人が終わりました。たくさんの感動をありがとうございました。今回の動画でご紹介しましたエヴァンゲリオンと進撃の巨人の共通点ですが、これ以外でもたくさんあるかと思います。ぜひコメント欄で共有しましょう。それでは全てのチルドレンにおめでとう、そしてありがとう。